どうもこんにちは、宮本です。はい、ってことで今日はサンゴ中進化したので使ってみたいと思います。よろしくお願いします。このステー見てください。まあ、若干厳選をしてこんな感じにしました。はい、まあ、ちょっとスピードをね盛りたいなと思ったので激襲過激速もつけてます。あと同撃同族過激速かでスピードも持っております。でこんなステータスになりました。結構強くないですか。ゴッホ、最近で言うとゴッホみたいなバランス型なのにめちゃくちゃ走れて殴れる。でこいつダッシュついてて、さらに殴りだと超マイン、そして鳥と獣に対してはさらに2倍かかってくると。で SS もねこのステータスとめちゃくちゃ相性、いつかマジでゴッホ使用感ゴッホっす。弱点特攻なんでめちゃくちゃねアビリティと SS でこのステータス噛み合ってる、マッチしている、めちゃくちゃ好きですこいつ。てなことでね、今回はこのゴッホじゃなくてサンゴを使っていきます。いやす、まあでもみんな結構やってるけど、メメントモリね、メメントモリ超強かったっす。いや僕メメントモリまだ4曲じゃないんですけど、回るのがちょっと面倒だなって思うところもありまして、このねサンゴいればね楽勝の勝ですね。この玉ねぎをまずこうやってね倒せるっつうのもねポイント高いですし、まああとはなんだろうな、まあ、友情もさ、俺無属性友情を持ってるのが結構個人的にはポイント高いんだよね。なんか非属性の友情だけだとなんかいろんなとこ連れてきづらいけどさ、まあゴッホにも言えることなんだけど、その無属性友情しっかりいい感じの強いの持ってるのがね嬉しいかなって思います。幅広くいろんなとこ行きやすいっていう意味でね。もうねここもだって3連とかもさ、これ多分 1P がグサーってやれば終わるからね。これ友情拾ってくか、めっちゃ楽だわ。地雷枠のを待たなくていいっていうね素晴らしいね。こことかも結構さ、もうメメントモリ出た当初難しかったと思うんだけど、気にしなくて、もう何も考えなくていいもんね。これ何も考えなくていいメメントモリは、まあ一応重力マインでねいたんだけどね、無側転とかも重力マイン、重力超マインだったっけかな、あいつも良かったんですけど、まあ非属性ということで、ね、まあ無側転よりはこいつの方がいいか。あとシンジとかもそうなのか。お、これもう弱点殴りに行きましょう。ボス特攻でもいいっていうね、いやめっちゃ強いわ、人殴りが半端ない。あれからマリシテン回とかもねいけちゃったりするのかな。殴っていきましょう。いや強いよ、いいねサンゴ。僕結構今回こいつ好きっすね、使いやすさ、そんで殴りの強さ、だってゴッホに似たものを感じる。もう今回サンゴの動画なのにゴッホって何回言うか分からんけど、ゴッホ並みにいい。やべ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 、メメントモリほんとこんな快適に回れることなかったからね。あ、ゲージでした。いやダッシュもすごいしな、偉すぎ。まあ重力マインの殴りキャラとしてはまあ最強最高クラスのスペックをしていますね。よいしょ、わあ。この玉ねぎとかもねだいぶめんどくさいんですけどね、いけるかな。わあいけた、4つ持ってるアドがすごい、超前に優秀すぎる。はい、考えなくていいもんな。次のために地雷を持ち越す、なんか持ち越そうとしてませんでした、メメントモリ回ってる時。僕結構回ってる時は、あ、次に地雷持ち越したいなとか思ったりしながら回ってたんですけども、そんなこと考えなくていいっていう。次行きましょう、最初っと。あ、すいません、地雷をビットに座れしまいました。これは座れない。1、2、3つ目でヒットするはず。ちょっと OK、 やばいよな SS と超マイン
噛み合わせが素晴らしい。うわ、剣ある。ホピー。ホピーけど。いくか。最初の。やば。めっちゃ強え。いや、これ使うね。うん。これ使うわ。でももうラスベだもんね。まあ、打ってしまいますか。最初の。素晴らしい。 SS もいいな、ボイスが好きですね。これ友情いいね、いいね、いいね、いいね。大変ありがとうございました。他のところも行ってみたいと思います。はい、ということで、串灘会がちょうど来てたので、まあ会やっていきたいと思います。まあちょっとここはブロックもあるし、ダメージオールもあるし、適正であるかどうかわかんないんですけど、やっていきたいと思います。まあブロックあった方が楽だけどね。まあ友情も見せられるからいいかなと思って。いや、友情強いな。結構いい感じさんですけど。これでブロック可変して、じゃあ殴っていきましょう。いいな、殴りが。いや、ほんとシンプルに殴り強いっつうのが強い。で、友情もそこそこ。なんかぶっ壊れてない。そこそこ。で、バランスがいいね。うん。すげえカクンカクンって今。友情コンボ打ってるよ。はい。友情メインでいいか。殴りも見せたいところだけど、やべ、ブロックが出てしまう。ヒーリングオール出ないぞこれ。いやー、いい殴りだな。でもダッシュついたことによってほんとスピード感程よいな。程よいつうか速い、速くて使いやすい。この貫通タイプね、スピード大事なんで、かなり個人的にはパワー型以外。お、これ特攻できそうだな。いきまーす。いや、強いね。いいね、いいね。つい笑顔になる殴りですね。よし。まあ、これも殴りでいけそうですね。いい感じ。OK。あ、ブロック出ちゃったんで、ここは友情コンボでいきたいですね。いや、いいな。この最後の反射しまくった後の最後、鳥みたいになる友情がかっこいいね。ってことで、ボス戦、いや、マジでマイン重力枠では最強枠の一人だな。あーし、これ殴ってっか。 OK? 強いね。おー、横で。十分すぎるな、火力。マジでこいつ厳選してよかった。多分使ってくんで、なんかカタログスペックまあ強いなとは思ってたんですけど、正直想像を超えてきてるって印象。使ってみて評価が上がった。さらにもともと評価してたんですけど、失礼します。それちょっと、いいね。まあでもこの1段階目で打つパターンが多いんじゃないかな。普段使いしてくんだったら2段階目も強いんですけど、
大体1段階目で打ちそうですね。2段階見したいけど、2段階目打つまでの相手がいない。あとは近畿23とかでも活躍できそうですね。こいつは近畿23強いだろうな。なんか小町的な使い方ね。魔法陣持ってなくてもね、ちゃんと気にしながらプレイすれば強いと思う。そう考えると23の適性もかなり増えたね、フォーミラーから。うん、めっちゃ増えたわ。何回目打つか。で4で上処理してブロックまた可変させて1の2段階目打って終わらすという感じにします。はい、じゃあ2段階目いきましょう。超マインと雑日触れ最初っと。いいね、パッティに役割出るもんね。まあ気持ち的には飛ばしてほしかったけどちょっと打ち方が雑すぎましたね。 OK、いやサンゴね使ってみてマジで評価上がりました。ステータスめちゃくちゃいいんで僕好みで、うん、結構好きな人多いんじゃないかな、うん、あと鳥獣封じこちら見せられなかったんですけど、まあ、シャンバルでもめちゃくちゃ強かったんで友情にも乗ってくるし、ぜひぜひ皆さんいろんなところでサンゴ使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。じゃあ